はい、というわけで、はい、ですね、はい、まあ、今回ちょっとある企画をやろうかなと思ってますけど、はい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 、まあ、今岩田さんがですね、はい、ライズアップに通ってるんですよ。例のあれですよね、回るやつだよね、回ってダイエットしましたみたいな、あの回るでおなじみの、回るでおなじみので、今その回るやつにやってるんですけど、うん、まあそのなんか毎日そのカロリーが決まってたと、うん、でこのカロリー以上取っちゃダメとかいうのを毎回この報告しなきゃいけないらしいんですけど、なるほどね、まあなんかその日々、はい、その頑張ってるわけですよ岩田さんは。それで、うん、ただ、まあ、これ以上頑張っちゃうと、はい、ストレスになるんじゃないかなと思いまして、ああもう食制限的なので、そう、食へのストレスがやっぱダイエットのストレスって半端ないじゃないですか。まあね、そのやっぱ出てきますから、ニキビとかそういうなんかもう体にも影響出てきますから、でそれがちょっとかわいそうなんで、うん、今回その僕らで、はい、あの勝手にこのチートデーを与えようかなと。勝手にチートデー、はい、勝手にチート聞いたことない。まああの簡単に言うと、その岩田さんが今、はい、ね、その毎日食をおそらく我慢してるんですよ、はいはいはい、ただまあ我慢最初は辛いですけど、だんだんそれに慣れてくると、うん、食べなくて大丈夫になってくるじゃないですか、はい、っていうので最近そのラーメンとか、うん、そういうジャンクフードとかめっちゃ好きだったのに今遠ざけてる状態にあるんですけど、はい、まあこれを僕らがあの誘惑して、なるほどね、リミッターを解放してあげようかなっていうなるほどね、食べ、もうその欲を解放させてあげる。そう、なんかもうこのまま行くとそのストレスで太るんじゃないかなって心配してるんですよ逆にどうそんなその欲に負けることあんのかな、漫画みたいな展開。まあだからそんな、まあ、こっちの誘導の仕方次第じゃないですか。あー、だもうね、なんか話したりとか匂いとかでしょ、はいもう動物よ本当にそのなんかじゃあ隣で焼肉食われたら結構きつかったりあるじゃないですか。うん、まあ確かにその状況は私きつい。それだったらいけるんじゃないかなって。うん、なるほどね。ああなるほど、そこまで持っていければ、うん、まあ、あるかもしれない確かに、はい、っていう企画を、はい、撮ってました。はい、撮ってました。はい、撮ってました。撮ってたんですけど、はい、あのそのこのオープニングのトークの映像が今ないらしくて、はい、でまあね、服だけ着替えて、はい、オープニングっぽく撮っちゃうのもありかなっていうのも、うん、案として出たんですけど、はい、ちょっとあの僕ら黒すぎると。確かにね、ちょっともう肌がもう結構日焼けしちゃいまして、あと多分君、はい、君なんなら痩せたでしょいい、あーまあ確かに、でもそうね、痩せたね、2キロぐらい。あ、そんなこと思ったやつなかったいやもうね、あれかあんま変わってないの正直。まあまあちょ2キロぐらいはだね本当に。でもいやもう痩せたでよくない。まあそうだね、痩せたでいこうと思ったんだけど、そんなに多分ね変わってない気がしたから、いやなんかそのなんかヒーローの間みたいな感じで、いやまあ俺は2キロぐらいみたいな感じで、違う違う、痩せたでもない、じゃあ俺も痩せっていう動画を撮ったんでご覧ください、はいはい、どうぞ。あー腹減った。大豆痛風が確かに。ちょっと食うポテト。いや、いらないっす。こっち寄せんな。匂いうざいな、それ。いや、マジでマックうざいな。大学中なのか。知ってるだろ、お前。いや、忘れっす。ビッグマック食いてぇ。腹立つわ、こいつ。ああ一番食いたやつやな。ちょっと飽きてきたんだよ。いいよ。うまいよ俺に言わなくて。食べらんねんだから俺それ分かってんだろ。お前も食べらんないのか。食べらんないの。え、お菓子も食べらんない。まあ、低糖質のお菓子持ってこいや。いった食ってやっからよ。いやこれも糖質やばいぞそれも。あでも書いてないわ何も、うん、その裏になんか詳細的なの。その箱の方に書いてあるんだよ多分。大丈夫だ食ってみ。バカだろ。スティックキューターあるで。あ出た。それ俺が俺のチャイクです。これいけんだよ、だいたい。日付は2024くらいだよ。日付は大丈夫でしょ。これも日付賞味期限は大丈夫でしょ。2024
2024だ、大丈夫だ。ダメだよ。ダメだよ。よこせよ。それのマジで1枚のやつめっちゃうまかったよ。それ今スティックでしょ。スティックもまあうまいけど、うん、エネルギー460、タンパク質26、脂質34、ギリギリ、炭水化物12、無理やん。いや、脂質とかはいけるけど、無理無理無理。おうまっ。知ってる、俺さ、食ったことあんの。うめえだろ。うまいうまい、うまいな。うまいうまい。食べない、食べないよ。うわ、スパチキ来たよ。スパチキに。これが、これ江口ね。これが本丸の。はい、チーズ月見の。めっちゃうまそうじゃん。ほら、めっちゃうまそう。いや、いいよ。はいよ。早く。それでもほら、うまそうじゃね。うまそう。いいでしょ。こんなん。江口、スパチキ、チーズ月見でしょ。3つあるからね、やっぱ。1個あげてもいいんだよな。この時間のマックってなんか、異様にうまいからな。いるいる、考えてよかった。スパイシーは無理だから、まあ江口じゃん、ほら。いらねえって。なんでいらないのよ、その。食えよ食えよ。はい、乾杯。ほら、ないよ。いいよ、西尾さんのマックが食えねえってのか。ほんまマックのシステムなの。いらない、いらないよ。頼むよ、ガンマ。いただきます。食べちゃう、勝負。1本遅れてるの。遅れてんの。食えよ。マットのカウンターじゃないのよ。いただきます。うん、うん、まっ。うん、めっちゃいい匂いするな。早く飯食おうかな。めっちゃうまいわ。うん、うまい。犯罪的だ。確かに、それ買っちゃうな、下だったら。はい、というわけで、はい、まあ耐えてますね。結構かなりね、やつは意外と精神力は結構高いのかもしれないね。確かにね、うん、まあただ、はい、まあ、このままカロリーを消化させないわけにもいかないよ、うん、じゃないですか、僕らも。俺らもね、やったからには。おこのままだってね、消化しなかったら本当にあいつに対して、ね、意味がないですから。まあでもね、どうしよっか、本当にここまで来たら。いやだから強行突破じゃない。俺的にはもうあの注射で油入れちゃった方がいいんじゃないかなと思って。もう怖いんですけど。え、怖いんですか。そ、もうだから食べないから、もうそっちでもう注射で油とか入れちゃった方がいいんじゃないかなっていう。台湾のマフィアみたいな喋り方になってますけど、もう強行突破で、はい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 、その飯屋の前、はい、まで行って、この匂いを嗅がせる。匂いか。匂いを嗅がしたらもうさすがに消化せざるを得ないでしょ。どういけ。犬みたいな。犬みたいな感じで。まあ、匂いでいきます。匂いでいきますか、じゃあ。はい。はい。お腹すいたな、パスタでいい？ちょっと食えない、俺。なんでお前にだから合わせんだよ、なんか。せめてなんかさ、俺でも食えるぐらいのとこ行こうよ。やだよ。なんでそんな協力的じゃないの。協力、お前が始めたことだろ。頑張って一本取ったし、打ち上げたいや。確かにな。いやいや、頑張って、いつも取ってんだよ。ラーメン6に行くか。ラーメン来てー。行っちゃうか。行っちゃう、行っちゃう、行っちゃう、行こうよ。いや、ダメだな。あ、じゃあお前隣座ってろよ。あ、それは一番きついな。何ラーメンやってチャーハンも食えないし、餃子だけ食えるけど。餃子いいやん。餃子だけ食いに行きたくねえ、ラーメン屋に。やだよ。やだよ。なんでお前らがラーメン隣食ってるとき俺が餃子食わないといけねえんだよ。餃子美味しいよ。それ美味しい。それラーメンの方がうまいよ。いやマジで今腹減ってるし、一回コンビニでゆで卵だけ食わせて。なんでだよ。そしたら全ての誘惑が消え去るから。こっちの食欲が失せるもん。そんなんで運命共同体になってんだお前らと。申し訳ない。勝手に1個の車乗ってるだけでさ、おかしいだろ。おかしいだろじゃないの。お前おかしいの。一蘭じゃん。一蘭は食えないな。わ、一蘭来て。いや、いけないね。はいになって、一蘭来てな。はいになって、マジでガチで一蘭ありだな。いや、一蘭ってマジでないでしょ、ラーメンしか。いや、いや、なんかないって。よし、ちょっと待って、一覧調べるわ。行くよ。待ってって。なんで
何ちょっと待って、一覧ちょっと見るわ。うわーラーメン一覧。一覧うまそう。あ、糖質オーバーしてます。いや、ダメだな、食えない。よし、出せ車。いや、お前だって吉野家でいいじゃん、そこに吉野家あるんだから。お前だってあれでしょ、うん、なんかでビールとかだって飲んでさ報告してるっしょ。してるよ。一緒じゃん、それとラーメン食って報告すればいいやん。違うの、その基準値があってビールはその基準値内に収めてるからいいのよ。じゃあラーメンも基準値内で収めろよ。一蘭は一杯食った瞬間に基準値超えんのだ。ギリギリまで行けばいいやん。いや無理だって。無理じゃない、なんで諦めんの。吉野家でええやん。なんだお前、そんなんで諦めんのよ。なんで怒られてんだよ俺お前に。食べることの楽しさを覚えろよ。確かにな、お前。お前忘れてるよ、もうあの頃。お前らやばいな。人として今やばいよ。おめえだよ、やばいの。お前らだよ。全員やべえよ、お前ら。だって安西健康だったよ。え？安西健康だったよ。そうだろ、実家で暮らしてんだからよ。ラーメンも食べてるよ。でもちゃんと朝家のやつ食べてるからいいのよ、バランス取れてんの。だって今日2食はさ、ライズアップ用ので食べてるわけでしょ、うん、しっかりと、うん、じゃあ俺と一緒じゃないか、一緒ラーメン食う。違う、お前とは違うんだよ。何も変わんない、人間。お前ライズアップに何されたんだ、ほんとその言いなりで。マジでマジで、ちょっと行ってきていい、マジでもう待ってて、ま、ここで。じゃあ待ってる、行ってきていい。いや、普通に行くわ。最悪じゃん、お前ら。最悪じゃん、マジで。食えばいいじゃん。エアコン止めるからな。こいつはやばいよ。じゃあ半分まで食えんでしょ。じゃあヤクザ分かった、半分でいいよ、もう半分まで食えんでしょ。てかもうよく考えたら俺が吉野家悪いってお前ら一年行ったらいい話じゃね。それはもう米は食べれんの、そんな。いや、ライズアップ牛丼みたいなのあるんだよ。サラダ牛丼 あるね。確かにあるね。それ食うもん俺。じゃあ一回やめとくか。やめとくか。いや、やめとくかじゃねえだろ。ここやめ、それでいいだろ。はい、行った。行ってこいよ、お前ら一年来てえな。いいよ、ほんまじゃ。おい、須藤、お前もいいよ。お前あんな行きたいっすね。もういい、もうなんか慣れたわ。腹減ってねえよ。うん。こいつらマジで。お前そういう魂胆か、お前ら。違うよ。じゃんけんしようぜ、マジで。お前腹立ってきた。オッケー、じゃあじゃんけんしよう。じゃんけんで決める。じゃあ勝ったやつが決めるの。最初はグー。じゃんけんパー。おっしゃ。最初はグー。ちょっと待って、誰勝った？俺届いたやつ、アンザが今結構勝ったな。最初はグー。じゃんけんぽい。よっしゃ。アンザ、あれだ、岩田届いただけ。最初はグー。じゃんけんぽい。あい、行こうでしょ。あった、じゃあ成田行こうぜ。おい、成田はないわ。チャーシューとあるか。もうマリオいる。成田な。うわ、嫌なの。一番食いたいやつです、僕が。あ、もう一番今食いたいやつ。じゃあ成田でいいじゃん。うわ、一口だけもらおうかな。そのさ、うん、中学の時とかもいたじゃん、うん、みんなにも頼まず僕は水でっていうやつ。だからあやつ注意されてたやん、うん、注意されちゃうかもしんない。そう、だからそのチャーシュー丼頼むのよ、上だけ食べる。注意されちゃうぞ。なんでなんで上だけ食べるんですか。あ、乗りたけ来た、イエーイ。うわ、ついちゃったよ。ついちゃったよ。こってりだけじゃない、だって嘘つけよ、ホテルだけだろ。お、ライズアップラーメンもあるらしいよ。嘘つけ。あれだ、どうすんの、待ってる。いや、行くよ。あ、来んの。行くよ。じゃ行くから、行くから、早くから。まあ、いいよ、行けよ。来いよ、お前、来ないよ、俺はもう逃げるね、逃げる。いや、ニンニク風味か、チャーシュー丼。なんでその、いや、ニンニク系なんだよ。まあ、もう餃子かチャーシュー丼が餃子いっちゃうかな。じゃあ餃子してた方がいいかな。米残すのやばい。いや、お前大丈夫だよ。チャーシュー丼ご飯少なめでお願いします。少なめで。いやでもマジでこれライザップ終わってから来たらめっちゃうまかったろうな。ちょっと一緒に行こうな。行かないよ。今日が最後だ。みんな喜ぶ顔見たくないもん。何だよお前やってること。チャーシュー丼のご飯を食うんで。おはよう。おはよう。おはよう。うまそう。走ってくる。サーフだったらこのままで。まあこれやったら多分全然大丈夫。買ってくれよお前。うまっ。そんなん食ってもさすがにいいんだ。くれよ。うまっ。醤油の盛りです。はい。
ょの味玉です。はい、はい、すごいね、それは。結構強い風になりそうだね。後から味の濃さ調整できます。はい、やばそうだ。大丈夫だ。いただきます。じゃあすいません、ちょっといただきます。いただきます。体に毒だ。卵食うじゃん。え、卵食う。ああ、いや、いいよいいよいいよ、お前のだろ。俺でも痛風の可能性あるから。いいよいいよ、食べていい。マジでいい。いいよいいよ。卵だけじゃもらうわ。確かに。まあ、そのなんかつけるなよ。え、その背脂につけるな。味がメンマとか大丈夫。いいの、マジで。いいよいいよ。メンマとか大丈夫。え、メンマ。いや、メンマいらない。メンマいらない。チャーシューとか食べるもん。うまっ。いらない。大丈夫。まあ、でもこれ、ほら、なんか、ね、ごまんまみたいな。いらねえよ。大丈夫だよ、食え。俺に構わん。うまっ。うまいわ。でも確かに体には悪そうだ。痛風やばいよ、マジで。マジで痛風嫌なんだよな。死ぬほどしんどいじゃん。まあ、いや、俺、お前が痛風になると思ってたんだよ。俺も思ってた。それは変わったんだよ。痛風ってしかおっさんの病気やん。そうだよ。食えや。早く食えよ。しみてくんじゃねえよ。いや、逆っすよ。めっちゃ視線を感じちゃって。感じてねえよ、もう。すいません。はい。スープいただけました。まあ、ちょっと待って、鶏皿でも食える。鶏皿でいいの。スープいっぱいあげるみたい。そう、スープいっぱいはさ、なんか、じゃあいいよ。いらない。今、渡すから。いや、いや、鶏皿でもらえたらいい。鶏皿、はい。いらないよ、お前。はい、スープ飲む。え、スープ飲む。いや、いいよ。そんな鶏皿もらえるんじゃねえよ。いや、かわいそうやな、わざわざ来てもらったのさ。来てもらってじゃねえよ、おめえが連れてきたんだよ。いや、まあ、じゃんけん勝ったからね。まあ、そうだけど。はい、どうぞ。ありがとうございます。いいの？サービス。何これ？マジでどういうこと？サプライズ。サプライズじゃん、マジで。じゃ、いらない、いらない。マジで目いらないって。いいよ、あんだよ、マジで。え？マジでいいよ、ね。いや、でも、さすがにさ、スープ飲めばいい。スープ飲めばいい。でもダブルでいくだよ。マジちょっとじゃあスープだけもらうわ。あ、ちょっと待って。あ、いい。いや、ちょっと待って。あ、そのミニラーメン。ミニラーメンいいよ。じゃあ、飲んでいいよ。いや、マジスープだけだ。何言ってんだ、言っちゃえ。我慢せずに。うん、まっ。マジでうまいよ。店員さんのさ、チャーシュー1枚置いてるわけじゃん、うん、マジでお前のメッセージかもしれない。粋な計らい。そう、俺はもらっとかなきゃやばい。我慢しちゃってんか。考えたらいいか。まあ、いいんじゃない。マジでうまっ。めっちゃ食ってるやん。めちゃくちゃうめえ。うわ、もう止まんない、止まんないじゃん。終わったな。まあマジで。うまそうやな。流行るわそりゃラーメン屋。嬉しいわ。うん。こうやって共有できて。ありがとうな、お前ら。うん。いやいや。食の楽しさを思い出してくれてよかった。マジでうめえな。もうちょっといる？いや、大丈夫。俺も気持ちよくなった。重いんだよな。久々に食ったらこんなことが満点だし。置いてないといいか。なんだよな。ショコラ雪見ます。お前のなんかあれにあって思ったのかな。
はい、というわけで、はい、これは制限してたんじゃない、ギリギリまで。結構これ耐えたっていう認識でいいの？そのなんかそのなんつうの、ラーメンを食べさせちゃいけないだったらあれだったけど、うん、まあ多分あの量は多分その自分で計算して食ってるから超えてないんじゃないかな。なるほどね。まあ許容範囲内というか、許容範囲内でみたいな感じな気がするな、あれは。ちょっとでももう、まあ今回は失敗だったとして、うん、もう普通なんか最近めちゃめちゃ飯食ってる気がするんですけど。なんか彼曰くね、その言ってんだって先生に、うん、そのこの週はちょどうしてもそのなんつうの、制限っていうかそのルールを守れない週になるんで、そのもう解放させていただきますっていうのがあるらしい。でも今日ふと見たら、あの多分ライザップのあれにプラス一平ちゃん食べてる。俺もなんかそれ見たら一平ちゃんとなんか松屋の、あ、だからそのあ、だからこの、だから今のその最後のラーメン屋で食った的なことじゃない？ギリのキャパ抑えてんだね、今日も。いやでもなんか結構もう最近あの腹減ったなっつって、うん、ずっとなんかウーバー見てますけど。そう、なんか変わったのかな、もう変え、もう変わったのかな。いやでもなんか糖質を抑えてるみたい。前までは、糖質を制限してて、で脂質とかは OK だったのが多分逆になるみたいな話は聞いてたのよ、うん、だから今はもう糖質 OK で脂質を抑えてるのかなと思ったら、めちゃくちゃマヨネーズかけ始めてたのよ。うんうん、だからもうどっちもいってるってことでしょ。そう、何をカットしてんの今。何をしてんだろうな。ちょっとだから一回このライザップのあれを見たよね、一番最初のね、最初のから、うん、今終わってんのかどうかもよくわかんないし、うんうん、多分ライザップを多分一本にまとめた動画もあるんでそこで判断するみたいになりそうですけどね。そうだね、そうなってきそうだよね、うん、ちょっとまあ、近頃あと1ヶ月後ぐらい多分今、まあ、近々上がるんじゃないですか、うん、あと1ヶ月ぐらいで終わるよね、予定では。知らない、うん、なんかね4ヶ月ぐらいっつってたんでね。まあでもこの動画いつ上がるかもまだわかんないよね。あ、この動画は今日です。あ、今日上がるのこれ。一応はい、今日です。今日上がります。1ヶ月後ぐらいですか。ほんと4ヶ月ってたのよ。だから多分大体そう11月とか終わりなんだろうかな。なるほど。はい、ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。